皆さん、ごきげんよう、パレードの小上です。ネシです。猪木です。本日はですね、前回に引き続き、アップデートコンテンツの、はい、リオレイヤー希少種、希少種、通称金レイヤーですね。来ましたよ。やっていきます。これ欲しかったもん、こいつ。どうかお気をつけて。テイヤよろしく。やりますか。買っちゃいますか。なんで大体左に左から来るぞ。あいつが標的か。見えてんだよ。見えてんだよ。落ち着いて。落ち着いてごらん。あ、それ今麻痺だ。いや、あ、違う、多分ガルクだ。あれ、それから最初の初手って麻痺なんて一発で。いや、多分ガルクだ。ガルクか。俺の遠隔ガルク。遠隔ガルク。ナイス。よいしょ、ですよ、ですよ。いや、大丈夫か。危ないな。やめてよ。めっちゃ暴れるやん。どうしたんすか。すんげー燃えてるな。めっちゃ燃えとる。一回ちょっと落ち着いてもらおうか。乗るやつだ、乗るやつだ。うまくできるかな。お前が乗ったのか。いいことを聞きな。あ、外した。え、外す。オッケー。あー、いい感じだ。やったぜ。電撃やられが増えた。お疲れ。最強だ。うら、行くぞ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。あら、まだの準備完了だ。はい、オッケーです。うん、怖いな。ちょっとね、いっぱい行ったね、昔。めっちゃ行ってきましたよ。あべ、出るぞ。装備がね、やっぱ、まあ、今作も相当優秀やけどさ、うん、ワープシーだ。昔から優秀やったもんね。そうね。で、昔とかさ、なんかほら、なんか、アホなガキやった頃はさ、うん、なんか、こんな、今、よくキメラ装備とか言われるけどさ、うん、スキルとかそんな関係なかったけど、うん、とりあえず、その金、銀とかのさ、意識はみんな持ってたよ。持ってた、持ってた。だから、かっこいいから、こったな。が柔らかくなった。特に銀はかっこいいよ。銀かっこいい、ね、銀派だった。俺も銀派だった。基本みんな銀じゃないな。やっぱそうか。火力スキルが多いしな。ちょっと距離があって壁に当たる。
あっ、引かれた。当たんねーよ。はーい、意外とあるやん。肉質だから一時撤退だ。おおおお、あれじゃないだから猪木の双剣とかさ、肉質にかなり影響するから。あー、そうなのかな。火力が出にくいやつだから。おい、切れるよ。あ、どうしたか。いや、すごい。ない。なんかが縦に張ってきます。ガルクや。俺の大山が縦になってくれた。大山成長したな。ついにクエストにまで届くんだね。ユウスケはそういうやつだよ。ユウスケは自己犠牲を厭わない。下の名前。弱さや。もうすぐ。終わった。惜しかったね。どんなもんだ。見事な大山さん。終わった。悪く思う。ちょっとな、やっぱかかったな。ちょっとかかったね。ちょっとかかったな。カリウス。さすがだ。やっぱ強いな。体力があるな。それじゃ、行こうぜ。おお、攻撃。いやでも言って攻撃やね。猪木先生が言ったんすか。あ、俺落とし物で拾った。こいつ攻撃2個落としたの。戦いの最中に、戦いの最中に、なかなか致命的なもん落としてないな。攻撃すごい。玉って弾でしょ。弾って生物の体内にあるのか。うん、そうだよね。どういう感じなんだろう。真珠みたいな感じあるのかな。ね。おいえ。日頃の行い、善行を日々積む小神が。やばい、マジで何も出ねえ。攻撃なら出た。すげえ、俺マジ。マジ何も出ねえ。マジやべえ。こいつ攻撃合計で3つ落としたの。おまけに天秤まで落としたよ。落とすぎだろ。1個ぐらい売りに来るやん。日々教会でなんかいろいろやってんのかな。あるんだろうな、俺。そうな。食べ物の施しとかを多分絶対やってないよ。まず教会がどこにあるか知らない。教会どこ。はい、それでは本日はね、はい、金レイヤーやっていきました。はい、次回は銀レウスです。もうそうなりますよね。ありがとうございます。はい、それでは本日はここまでとさせていただきます。はい、それでは皆さんごきげんよう。さよなら。バイバーイ。お疲れ様。